私はアシュタールです。親愛なるガイア、すべての生命、自由を愛する皆さん、こんにちは。私たちアシュタールとイエスは、平和と調和の精神を持って皆さんのもとへ参りました。私アシュタールは銀河連合を代表して、人類に向けて平和、愛、そして希望に満ちたメッセージをお伝えします。私たちはこれから起こるであろうことについて、具体的な予言をお伝えする立場にはありません。多くの憶測やタイムラインの変動があったとはいえ、最終的な結果は神聖なタイミングに委ねられており、すべては創造主の意志の中に存在します。私たちイエスとアシュタールは、今夜兄弟愛の精神で一致団結し、皆さんにメッセージを送ります。現在私たちは地球に非常に接近したニューエルサレムのホロデッキから、皆さんに向けてメッセージを送っています。もし私たちが宇宙船の透明化を解除すれば、私たちの船の強力なエネルギーが地球上でも感じられることでしょう。現在私たちは地球の電離層に隠れており、皆さんの政府からの公式な入場許可を待っています。私たちは皆さんにお伝えしたいことがあります。それは、すべてが失われてしまったわけではなく、実際には多くのものが発見されつつあるということです。人類の神聖は自らによって再発見されており、これは関与するすべての人々にとって非常に長いプロセスでした。私たちは何千年もの間、人間たちと共にこのプロジェクトに取り組んできたのです。私たちは長い間共に働いてきたことから、私たちは真の意味で兄弟と言えるでしょう。お互いの重荷を分かち合い、幸せな時には共に笑い、すべてが失われたと思える時には互いに励まし合ってきました。しかし、ここで強調したいのは、すべてが失われたわけではないということです。実際には、すべてが発見されつつあるのです。ガイアは宇宙におけるその正当な場所へと昇り、創造源の黄金の光に囲まれ、完璧さと恩恵の中で輝いています。現在、地球上で起こっていることは、魂を持たない、光ではない存在が取り除かれ、その代わりにホログラムやクローンが配置されているのです。これにより、皆さんがビデオ画面で見る人物が、実際に肉体を持っているのか、それとも単なる幻想なのか、それを見極めることが非常に困難になっています。これは深い洞察力と強い決意を持って内なる知識を引き出す時です。決して諦めないでください。地上クルーの皆さんは非常に重要な存在です。この使命がここまで進んだのは、皆さん、愛する地上クルーのおかげです。皆さんは高度を固定するもの、光を地上に根付かせるもの、グリッドを織り上げるもの、光を保持するものです。そして、皆さんは日々の仕事や、周囲の人々の世話をしながら、この光の仕事を当たり前のように行ってきました。このようにして、光の仕事を成し遂げることができるのは、実に素晴らしいことです。私たちは皆さんを称賛します。皆さんの光の仕事によって、ガイアのグリッドワークはクリスタル構造へと昇華され、光を受け入れ、それを体現している人々が、ほぼ完全なサイクルを遂げるほどに進化しました。皆さんの周りでは、
心を励ますような多くの良いことが起こっていることを感じてください。特に北半球では現在冬の暗さがあり、思考が暗くなりがちな時期ですが、それに屈することなく前向きな心を保ってください。光の中には喜びの強さという力強いエネルギーが存在します。皆さんは理解していると思いますが、私たちは改めて強調します。喜びとは単なる幸福とは異なります。実際、深い悲しみを感じながらも同時に喜びを感じることもあるのです。この感情の極端さが地球のグリッドで遊ぶ魂の経験において非常に重要な役割を果たしています。最も暗い時にも喜びは深く感じられます。皆さんの中にはこれに異論を唱える方もいるかもしれませんが、それはそれぞれの個人的な経験に基づくものです。しかし、雲が晴れて雨が止んだ後、太陽の光は以前よりも明るく感じられることがあるかと思います。私たちは人類にこれから訪れる多くの美しい日々を予見しています。2024年は人類にとって大きな転換点となる年です。皆さんがこの年の占星術について尋ねたり読んだり調査したりしていることを私たちは知っています。星々はこの年が特に感慨深く重要な年であることを示しています。しかし、それが皆さんにとって懸念の年になると思い、落胆する必要はありません。この年は考慮に値するものですが、懸念するような年ではありません。ライトワーカーである皆さんは真実を知っており、その真実が皆さんを自由にしています。真実、光を知り、それを地に根付かせています。ですから、何も恐れる必要はありません。私たちは皆さんに何も恐れてほしくないのです。神の子として、創造主の一部として、皆さんは非常に強大な力を持っています。皆さんは愛を通じて愛の強さを示し、光を堅実に保持することによって、崩れつつあるマトリックスをより迅速に崩壊させるためにここにいるのです。私たちは皆さんの未来に輝く喜びを見ています。人類に対する希望を感じています。家族が再び一つになり、互いの違いを恩恵と安らぎを持って受け入れる様子を見ています。新しい地球が芽吹いているのも目にしています。皆さんはまさに柔らかな緑の芽の段階にいます。種はすでに植えられ、今や芽が地面から顔を出し、太陽に向かって成長しています。目に見える限り、これからもっと多くの芽が現れ、突然美しい緑の庭が広がります。そこでは人々が散策し、自分の好きな果物を自由に楽しむことができます。今夜、私たちアシュタールとイエスは一つとなって皆さんに語りかけています。このチャネラーはアシュタールに話を聞きたいと願い、イエスもここにいたため、今夜は一つで二つのメッセージをお伝えする特別な機会となりました。私たちは愛する地上クルーの皆さんとこのように話すことができて非常に嬉しく思います。皆さんは私たちの目には宝物のような存在です。私たちは皆さんを深く愛しており、
光への皆さんの奉仕に心からの感謝を捧げます。これで私たちのメッセージを終わります。Thank you.